こんにちは。私たちちいこいのチーズです。お願いします。じゃあ自己紹介から。ピチカート11期生パープル担当の小羽根です。お願いします。小羽ちゃん。はい、ピチカート10期生いちごピンク担当ひなです。よろしくお願いします。ひなさん。ということで、はい、お待たせしました。ちょっとだけね、なんでさ、ひなたちってハプニングだらけなんだろうね。前回も今回も、うん、焦りまくって階段走って、まあ、いっか。
しんどい。暑いわ。ね、なんか暑すぎ。暑すぎ。ちょっと盛り上がりすぎ。嘘だけど。あ、今回なんともう皆さんお気づきかもしれませんが、チーコリのチーズ新章でーす。イエーイ。むっちゃ可愛くないですか？なんか前はちょっとゴスロリみたいな、ゴスロリじゃないけどちょっとどぎつい色担当なので二人ともちょっとどぎつい感じでしたけど、今回は柔らかい感じで、今回も小羽ちゃんが作ってくれました。天才よ、天才ね。今回も何段使ったっけ？7段2、3、4、5、6、7、7よ。すごい。今回も7段スカートです。ね、しかもこれ1日で作ったよね。1日で2着、やばくない？いや、これは勘違いから勘違いからやな。1日で作ってくれまして、あの生写真をね、今回チーコイノチーズからチケット買ってくれた方はもうお持ちだと思うんですけど、その生写真の撮影をするのにひなは前の衣装で撮ると思ってたんですよ。なのにコアちゃんはこの衣装で撮ると思ってたらしくて、3日前ぐらいに布買いましたって言ってたのに、明日って新しい衣装ですよねとか言い出して何言ってんのって思ったんですけど、ちゃんとねもう完成させてきて偉いね。偉い。ね、ひなさんめっちゃひどいんやけどって思いながらひどいんやけどって思った。なんかめっちゃ手付き対抗スケジュールで日程を組まれてたからひなさんひどいって思いながら泣きながらミシェルってやって泣きながら衣装を持っていきました。ありがとうって感じです。だからね、今回は結構余裕を持って動けてたよね、頭の中では。しかもむっちゃ前から11時集合で、まあ11時半やけど集まったのは11時半にここに到着して、なんであんな焦ったんやろうな。なんか前回スイパラの仕組みを分かってなさすぎてずっと焦ってたんですよ。で今回は前回の経験があるから大丈夫と思ったら全然大丈夫じゃなかったです。まあ次はな、チコイノチーズ全国ツアー、あ、違う、大きく出ちゃった。春夏秋冬ツアー決まってるんで、ぜひ皆さんまた楽しみにしててください。さらっと次の曲いきますか。はい、いきます。I'm not afraid to die.
Thank you.